やってきます。漫画模写 RTA、 今回は結界史より、主人公の住村義盛とヒロインの雪村時音を書いていこうかなと思うんですけれども、今回のこの漫画模写 RTA の難易度はズバリ難易度 B、 結構めんどくさかった、結構大変でした。というのは、まあ2人人間いるの書くのはむずいっすよね。で、基本15分超えてたら、まあ難易度は高いですよね。ちょっと難しかったですね。田辺イエロー先生の書く人間のそのデッサンっていうのが結構日本人的なデッサンで、顔の形とかも割と丸いというか、顎がしっかりあったりとか、鼻も割と高い鼻ではないというか、まあ低くてぺしゃんこの鼻、まあ日本人的な鼻って言っていいのか分かんないですけれども、まあ基本アニメだったり漫画っていうのは、白人をモデルにしてると言われているじゃないですか。まあそういう整え方をしてるみたいな、フェイスラインみたいなのは。でもまあバリバリ田辺イエロー先生は日本人の顔を描いてますよね。だからそこら辺が、まあちょっと普通の他の漫画だったりとかとはその形取りが違うので、まあ、やや苦戦したっていうところはありますね。で、この結界史という作品、ひいては田辺イエロー先生はちょっと早すぎた天才だなっていうふうに思います。結界史っていう戦い方が、結界術の、結界史における結界術の戦い方っていうのが ものすごい今を先取りしてるんですよね。正確には今よりも多分10年後ぐらいかもしれないんですけれども、10年20年後先の未来を先取りしてて、まあそれは何の話かっていうと、主にデザインの話なんですよね。戦闘スタイル、デザイン、結界術っていう立方体やら直方体で戦うっていうのがもう未来を先取りしすぎだろうっていうような、2003年から2011年まで連載されていたっていう、まあもう20年前からそのコンセプトとして結界術で戦うっていうのがあったっていうのは、まあかなり早いですよね。結界史って何ですかっていう人のために一応説明しておくと、結界って普通の我々のイメージからすると、なんか守りみたいなイメージありませんか、結界術って。もしくは遊戯王のフィールド魔法みたいな、どこか一定の場所にかけておくものみたいな、そこで、誰か迷い込んできた人を閉じ込めたりとか罠にかけるみたいな、そういうイメージがありませんか、結界術って。田辺イエロー先生のこの結界史っていう漫画における結界術っていうのはもっと攻撃的なんですよね。方位、上層、血、滅っていう4つの工程からなる結界術なんですけれども、方位でまずは敵を指定して、上祖で位置を指定して、で結で結界を張って、で滅で結界内の、指定した敵っていうのを消滅させるんですよね。だからまあ敵を立方体だったり直方体だったりする結界の中に閉じ込めて、で閉じ込めた敵を消滅させるっていう攻撃的な結界術なんですよ。ただ別に無敵の能力でもなくて、バカでかい敵とかを閉じ込めるためのバカでかい結界とかっていうのはやっぱり力が必要だし、ヨシンバ結界ができたとしても相手が強かったら抵抗されたら滅ができなかったりするんですよね。だから結界の中に閉じ込めたら勝ちっていうわけでもないんですよ。まあ、ここら辺がやっぱおもろいですよね。で、もっとおもろいのはみんなこの戦い方なんですよ、結界師。普通の少年漫画とかだったらそれぞれに個性があって、なんか結界の形とかもそれぞれ違うとか、結界の能力もなんか炎属性、水属性とかなんかありそうじゃないですか。でもっともっとゴテゴテしたものになりそうじゃないですか。でも結界師はみんな直方体だから立方体の結界に閉じ込めるんですよ。まあその狭間式結界術のまあ結界なんですけど、まあ一応上の上位の技として黒い絶海だったりとか、まあ、あとは深海っていう、まあ神に近いような結界術みたいなのもあるんですけれども、まあ、基本は直方体立方体で戦うんですよね。いや、これが時代を先取りしてるんですよ。こんな
洗練された戦い方する主人公いたかっていう、今まで。もうバウハウスだったりとか、まあブロックマン、グリッドシステムだったりとか、まあグラフィックデザインですよね、これってもう。僕の記憶にある中で一番最初のグラフィックデザインってかっこいいなっていう風な出会いが多分田辺イエロー先生の結界誌だと思うんですよね。住村義盛とか雪村時音っていう、住村家雪村家っていうのは正統後継者には正方形の入れ墨みたいなあざみたいなのが正統後継者の証として浮かぶんですよ。これも普通だったらゴテゴテしたマークとか書きそうなところをただの正方形ですからね、真ん中の空いた正方形ですからね。いや、小学生ながらになんてシンプルでかっこいいんだってちょっとビビりましたね。直方体、立方体、正方形ってこんな地味なのにもうシンプルで何にも無駄がないってめっちゃかっこいいなっていう、シンプルの美しさ、グラフィックデザインのかっこよさっていうのに僕が最初に触れたのは結界誌なんじゃないかなと思うんですよね。でデザイン界ではもうバウハウスって言って、まあ、さっきもちょろっと言いましたけれども、まあ、こういうものすごい削ぎ落とされたシンプルなデザインっていう、直線だったりとか、まあ、幾何図形だったりとかで構成したりっていうようなものすごい合理的なかつ機能的なデザインっていうのはもうバウハウスの影響っていうのは、まあ、世のグラフィックデザイナーだったりとかは、まあ、グラフィックデザイナーに限らないな、もう建築家とかプロダクトデザイナー、まあ、全てのデザインに携わる人は、まあ、全てバウハウスの影響を受けてると言っても過言ではないなというぐらいの、まあ、バウハウスっていう、まあ、その美術のその一個大きな文脈があるんですよね。まあ、僕がなんかそのバウハウスを説明する上で結構しっくりくる説明、まあ、聞いた説明でしっくりきた説明っていうのは、今までのそのアートの流れっていうのは色を使う場合は平面構成なんて言ったりしますけれども、この構成っていうのが、コンポジションの話をしていたんですよね。どこに何を置くかとか何を描くかとか何の色を使うかみたいな、その位置取り構図決めっていうのを、まあコンポジションの話、平面構成の構成といったらコンポジションっていう、そこにコンストラクションっていう概念がプラスされたのがバウハウスだっていう。コンストラクションもまあ普通に日本語訳で構成だったりとか構造とか組み立て建造っていう、そう建造も入ってくるんですよね。より立体的で工業的で産業的なニュアンスが含まれる構成っていうのがコンストラクションなんですよね。だから今までの平面構成っていう概念が、まあ、ただのコンポジションだけだったものに対してのコンポジションプラスコンストラクションっていう平面構成、より機能的で合理的でシンプルだったりとかそぎ落とされたようなソフィストケートされたなんて言いますけれども、そういったものが、まあ、バウハウスの、まあ、詳しい人は違うよって言うかもしれませんけれども、まあ、ニュアンスとしてはまあそんな感じですよね。でなんでこんなバウハウスの話をするかというと、田辺イエロー先生はムサビの視覚伝達デザイン学科卒らしいんですよ、僕の調べによると。まあムサビのシデといったらもうそこら辺のバウハウスやら、まあ、チヒョルトやらもうマックスビルやらもうヨゼフ・ミューラー・ブロックマンやらもう大好きですからね。シデのだって白井先生とかがチヒョルトの本をなんか出してますもんね。だから僕は結界誌のその元となってるその直方体立方体みたいなめっちゃなんかグラフィカルでかっこいい戦い方っていうのはこの視覚伝達デザイン学科で習ったものの影響が大きいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だって結界誌のケツメツって方位上層飛ばしてもいいんですよ、あれって実は作中でも言ってますけど、本当は敵に対してざっくり決して結界張って滅で滅してもいいんですよ。でもわざわざ方位上層っていうなんか敵を指定してそれで位置を指定してっていう、これもう思いっくそブロックマンのグリッドシステムのそのバトル漫画バージョンっていうことなんじゃないかなって僕は思うんですよね。でこれが時代の何を先取りしてるかっていうと、
まず第一にこういうデザインっていうのはもうものすごいシンプルで削ぎ落とされてるから、もう直方体とか立方体っていうのはもうそのここにデザインの施しようがないじゃないですか。まあもう一つのユニットとしてこのユニットを組み合わせてって何かを作るっていう、まあ完璧なその素体みたいな感じですよね、直方体立方体っていうのは。だからまあこういうデザインっていうものは古くならないっていうのが一個ありますよね。バウハウスだってもう1910何年とかのやつですけど、まあ未だに全てのデザイナーがまあバウハウスっていうのはまあ参照しますよね。でバウハウスを超えたっていう風に言う人はなかなかいないと思うんですよね。でそれは100年先とかでも同じだと思うんですよ。装飾的なゴテゴテしたものだったりとかイラストだったりとかアートっていうのはまあその時代その時代のやっぱ流行り廃りがあると言いますか、今見たら古臭いなっていう風なことはまあ絶対あると思うんですけれども、単純にそのテクノロジーだったりとかテクニックっていうのがまあ時代とともに向上してって、で昔は難しかったことが今では簡単にできるとかっていうこともあると思うし、まあ単純にそのデザインの耐久力というか、その時代では新しかったけれども今見るとアラがあるなとか、そういうことはまあ絶対にあると思うんですけれども、バウハウスみたいな、まあ、こんだけシンプルで簡素に見えるようなものっていうのはまあ古くならないですよね。いつ見ても100年後とか見ても常にその時代時代で通用すると思うんですよね。それはバトル漫画とかでも一緒で、なんかごちゃ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 いろんな、なんかそのよくわかんない複雑な能力っていうのを考えはしても、その場では新しいかもしれないけれども、結局振り返ってみたらあの能力何だったんだみたいな、まあなんかジョジョとかもたまにありますけれども、難しすぎて よくわかんないみたいな、読んでる時はなんか結構ワクワクしたけれども後で読み返してみたら何だったんだっていうことはまあごく稀にありますよね、ジョジョでも。でも結界師の結界術みたいな、ただ直方体立方体で敵を囲って滅するだけっていう超シンプル、かつもう見た目もこれ以上ないぐらい超シンプルっていう、この戦い方のデザインっていうのは100年後でも全然通用するんじゃないかなって僕は思いますね。100年後のバトル漫画事情がどうなってるかは知りませんけれども、100年後結界師見てもこの戦い方は結構おもろいなっていう風になると思うんですよね。し今時代がそっちの方向に向かってますよね。物をどん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 シンプルにしていくっていう、まあ特にプロダクトデザインが、まあアップルとかが今世のデザインを率いてるじゃないですか、良くも悪くも。でもうどん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 そのスティーブ・ジョブズの方針か知りませんけれども、デバイスがもうシンプルな直方体に近づいてきますよね。ホームボタン廃止しようとか、いろいろガチャガチャケーブルとかつけたくないとかっていうような、もうすっきりとシンプルなデザインに世の中自体がようやく向かい始めてますよね。ロゴデザインとかも近年では、まあ、割とシンプルなロゴ増えてきたように感じます。まあ、UI、UX っていうのももうすごいシンプル化してますよね。だからもう時代はどんどんミニマルな方向へ、ミニマルなデザインっていうのがもう隙がなくてかっこいいんだっていう風な、まあよりなんかグラフィックデザインって感じの考え方、バウハウスだったりとかの考えに近いような世の中になってきてるんじゃないかなって僕は思うんですけれども、そこでこの結界師いかがでしょう。もうこんなシンプルな戦い方する漫画ありますかっていう。だからまあ今でこそというか、まああと5年後10年後こそ結界師爆流行りするんじゃないかなっていう、まあ当時も2003年時点でも当然流行ってましたけれども、今こそ蘇れって感じですよね。まあ、もしくは今の時代ってチェーンソーマンだったり呪術廻戦だったりがサンプリングブームを切り開いてくれたじゃないですか。もうこそこそ隠れてないでもう堂々とパクろうよみたいな時代に入ったじゃないですか、漫画が。でそれに対しても別になんかお咎めなしみたいな、炎上するとかじゃなくて、なるほどこの作者はこういうのに影響を受けてこういうことをしてるのかみたいな、まあ、面白いかどうかは別としてありなんじゃないのみたいな、もうジャンプで看板漫画がそういうことをして全国に発信してくれたから、まあ、割とその漫画の中でサンプリングっていうのが寛容な時代になってきたのかなって思うんですよね。だからもうこの結界師みたいなこういう超グラフィカルな
もう立方体直方体で戦って余計な味付けしませんみたいな、そういう漫画が増えてきて、まあ本当それこそバウハウスのようにこの漫画界、バトル漫画界にめちゃめちゃそのシンプルかつグラフィカルな一派っていうのが生まれてもいいんじゃないかなっていう風に、まあ、ものすごい可能性感じるジャンルなんじゃないかなっていう、この超シンプルバトル漫画っていうのが、あの装飾カビなエフェクトキラキラとかじゃなくて、もうこんだけ質素な、なんか変な独自の能力みたいな、まだ誰も使用したことがない能力っていうのを考えすぎるがゆえに泥沼にはまってわけわかんない、読者も理解できないヘンテコな能力を生み出すとかよりかは、このバウハウス式、あのブロックマン式の無駄がなさすぎる洗練されたシンプルなバトル漫画っていうのが、いや流行ってほしいなっていうふうに思いますね。シンプルだけれども奥深いんですよね、結界誌って。なんかバカっぽい言い方ですけど、まあ、あのテトリスみたいな面白さがあるっていうのもありますね。テトリスっていうのは複雑なカオスをシンプルに戻していく、正していく作業っていうのが人間がやりたがる作業っていう風に、あのゲームクリエイターの人が言ってるんですよ。あの複雑なごちゃごちゃされたカオスな状況っていうのを、まあゴミ屋敷とかを綺麗にしたら気持ちいいみたいなのとちょっと似てるのかもしれないですけれども、あのごちゃごちゃしてるのを綺麗に整えていくっていうのに人間は何かしら快楽を感じるっていう、それがまあテトリスのコンセプトとしてあるらしいんですよね。で、7種類しかブロックはないんですけれども、そのランダムに落ちてくる7種類のブロックっていうのをどういう風なプロセスで消していくかっていう、整頓していくかっていう、その作業が面白いっていう。で、結界誌も、まあ、特にアニメなんかそうですけれども、あのごちゃついてる敵を結界でまとめてあの消していく作業っていうのがめっちゃ見てて気持ちいいんですよね。あの大きな敵を大きく囲って消すのも面白いし、あの細々したやつらを結界をなんかいっぱい展開して、なんかちっちゃい結界をいっぱいシュン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 って展開して、それでケツメツっていう風に一気に破壊するみたいなのもものすごい見ててなんか気持ちよくて、だからなんかテトリス一気に消すみたいななんか気持ちよさっていうのが、そのビジュアルとしてのすごいテトリス的な気持ちよさが結界誌にあるんですよね。しかも今2人書いてるんですけれども、その男の子の吉森っていうのは瞬発力とパワーに秀でてて、でっかい結界とか作るの得意なんですけれども、技術的にはまだまだなんですよ。でヒロインの時音の方はあのパワーはあんまりないんですけれども、決定力不足なんですけれども、技術力は高いんですよね。だからこの時音の結界がめっちゃ面白くて、結界を二重三重に張って一気に滅したりすると攻撃力が普通の結界よりも底上げされたりとか、まあ、僕が書いてる話が時音の矢っていう回なんですけれども、これ結界の使い方としてうわこの手があったかっていう使い方なんですけれども、結界を薄くあの直方体の結界をなんか伸ばすんですよね、矢みたいに。直方体は直方体なんですけれども串刺しにするんですよ。まあ正確には串刺しの状態で結界を出現させるんですよ。方位上層ケツの状態でもう串刺しの敵が出来上がるんですよね。いやこれ面白いなっていう風に思いましたね。それで滅でその串刺されたところだけが消滅するんですけれども、まあ敵は妖怪なんで、まあそれで死なない場合もありますけれども、そういった場合はまあ吉森との連携プレイで、あの弱ってるところに大きな吉森のケツでそれで滅するっていう。結界術なんて直方体か立方体の結界出すだけですけど、二重三重に出すとか、こういう細長く串刺しにするように出すとかっていうような、やっぱ扱い方次第でめちゃめちゃいろんなことができるんですよね。ここら辺がまあシンプルな構成要素だけれども工夫次第で奥深いっていうのが、もう本当に、いや結界誌このバトルシステム神ですね本当に。といったところで今日はおしまいにしようと思います。お疲れ様でした。